より小さい第70回東京ダービー、5日イコール多い、JPN1、ダート2000メートル、3歳、出走16頭、1着賞金1億円。ラムジェット、オス、佐々木、の走りにファンも興奮を隠せない。最後の直線で2着里のエピックを6馬身突き放す圧勝劇。SNS では早くもダートの世代トップホースたちによる頂上決戦を期待する声が上がっている。 ラムジェットおめでとう。秋はフォーエバーヤング、アマンテビアンコと三強対決。フォーエバーヤングと走っているところ見たい。フォーエバーヤング VS ラムジェット、超楽しみだ。どちらも企画外、ラムジェット圧勝、ここまで強いとは、フォーエバーヤング、帝王パスワード、アマンテビアンコ、ダート界も楽しい。 ラムジェットサトノエピックアンモシエラ、フォーエバー・ヤング・アマンテビアンコ、テイー・パスワード・カシマ・エスパーダ・シンメデージー・フジ・ユージーン、サントノーレ・ウルトラの星みんな出てこい地方勢もまだ強いウマイル・アンモシエラに対勝が、サントノーレ・シンメデージ・より強いかもプリフロー・オール・イン・難関総大将だての将軍、現時点でコバをしのぐタイム出したフジ・ユージーン。サウジ。 ドバイ、米国を転戦し、ケンタッキーダービー3着のフォーエバー・ヤング、オス・ヤハギの今後は、ジャパンダートクラシック、JPN1、ダート2000メートル、10月2日イコール多い、カラビーシークラシックへの遠征プランがある。東京ダービーは回避したが、ダート3冠初戦の羽田月を制したシロゲバーマンテ・ビアンコ、オス・宮田は、ダートクラシックホースとして復帰が待たれる。 クリューエースを制し、キャリア3戦目のケンタッキーダービーで5着に構想した帝王パスワード、オス・高柳大もそこ知れない。そして、まだ全国の舞台に出ていない、ジャパンダートクラシックを意識する地方の強豪たちの存在も。ファンが待ち望む三冠最終戦、高メンバーによる白熱の戦いをファンは期待している。